てたのか、小糸少尉。いや。すまん、おいが止まれんかったら白石をひねがしてしまいました。じゃ、途切れ詰めだけは事前に移しちゃいました。じゃ、事前許されるわけじゃ、今半ドン。落ち着け。早口の薩摩弁だと全く聞き取れんぞ。深呼吸しろ。ひねがしてしまいました、ドン。白石にネズミは移しちゃいました。わからん。月島、白石に逃げられはしましたが、入れ墨は移しておきましたと言え。白石の入れ墨は移してあるそうです。どうして私にだけ早口の薩摩弁になるのだ、小糸少尉。白石という男に利用価値があると判断したから殺すなと命じたのだ。それをミスミス敵の手に渡すとは。失望したぞ、小糸少尉。てるじゃないか。犬堂に化けていた囚人の皮だな。確かにこれは思わぬ収穫だったな。情報を総合するに、この入れ墨人費は詐欺師の鈴川清弘と見ていいだろう。よくやったぞ、小糸少尉。ただ線が甘いな。すまん、すまん。そういうところだぞ、小糸少尉。すまん、すまん。お前は旭川での任務を外れろ。これからは私の囚人狩りに参加するのだ。精進いたします。精進いたしますと言ってます。面倒くさい。